先日は世話になったの。まだ来ちょらん。急いでほしいもんじゃが。なんじゃ、龍馬さんに話を聞いちょらんがかえ。ここにある松陰先生の亡骸を取り戻しに来たんじゃ。おまんは先生に会うたことがあるがかい。わしは残念ながら松陰先生の教えを受けることはかなわんかったけんど、あん方の志はよう知っちょる。先生こそ貧しい身の上ながら国を正そうとした真の鬼人じゃき、亡骸を荒らされるわけにはいかんぜよ。近頃ムクロの腹綿を抜き去る輩がはびこっちょるそうじゃ。薬として売るそうぜよ。遅れてすまん。おお、おまん。詳しい話は伊蔵に聞いたかの。コンテナに忍び込んで松陰さんの亡骸を探すぜよ。追っ始めるかい。あいつらは松陰さんの身内みたいなもんじゃ。冷静に琴を運ぶのは難しいじゃろ。騒ぎになったら困る。参るぜよ。外れじゃ。剣道、死体を荒らす輩がいるゆんは本当のようじゃな。松陰さんじゃないの。
他のやつじゃけんど、おい、腹渡を抜かれちょるぜよ。松陰さんの泣き殻じゃ。よかった、まだ荒らされちょらん。よくぞは許さんぞ。下は全部俺たちのもんだからな。邪魔が入ったのけど、松陰さんの亡骸は無事じゃ。西方寺に運んでしっかり供養するぜよ。伊蔵、すまんが元帥たちを呼んできてくれるかい。伊蔵先生は寛大にも腐ればくりどもを解き伏せようとしちょったけど、幕府はそれに大獄で報いて死体の山を築いたかじゃ。国元の上司ともと同じだよ。奴らと話し合うなぞ時の無駄じゃ。結局は敵を斬るだけの力がある方が勝つ。先生が民草に決起を問いちょったがはそういうことかい。伊蔵、おまん大丈夫じゃ。ちゃんと話は聞いちょったき、草賀さんたちを呼んでくるぜよ。のう、伊蔵は松陰さんの言葉をああ捉えちょったが、おまんはどう思うた。そう、そういうことじゃ。さすがおまんはわし以上にわしのことが分かっちょるの。どうにも伊蔵は考えが止まっちょるっちゅうか。あのままでええもんか、危うく見えたんじゃ。そりゃ動き出さんと何も変わらん。けんど、わしは何を目指すのか、腰を据えて考えてみたいんじゃ。